お母さんにぴったりとくっついて離れないのは、今月10日、愛知県の豊橋総合動植物公園で生まれたマンドリルの赤ちゃんです。かわいいですね。マンドリルはアフリカの熱帯雨林に生息し、この顔の色鮮やかな模様が特徴なんですが、赤ちゃんの顔を見るとマンドリルというよりニホンザルみたいですよね。マンドリルの顔になるのは2歳、3歳とかですかね。生まれたての子が可愛らしいですね。マンドリルは成長するとだんだんと色が黒くなっていき、あの特徴的な顔つきになるそうです。今はまだまだ愛らしい可愛い顔ですね。さあ、そしてこちらは今月7日に生まれたばかりの王様ペンギンの赤ちゃんです。体長は分かりますか？20センチほどで、親から餌をもらっていますね。生後2週間くらいで親のお腹の下から顔を出すようになるそうなんですが、今はたまに顔が見える程度ですね。来月の上旬にはちゃんと顔を出してくれるそうです。この王様ペンギンとマンドリルの赤ちゃんはすでに一般に公開されているということです。